メガ、ミヤ、ユマ、ワカ、まんまる。今回はなんと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 ユマちゃんが大阪に来てくれたということで、ユマちゃんのために頼みました。ありがとう。たこ焼きは好きですか？タコを取れば。タラの焼きな。いや、タラの焼きが気持ちわかるから。わかるわかる。全然あのみんなのお皿に入れてって。ありがとうございます。そう、みんなのすいませんが、タコ入れて、タコを配りたいと思います。食べるお願いします。いっぱい種類もあって、ね、ネギソース、ネギポン、醤油、ノーマル、ペッパー。10種類。おいしそう。おいしい。いっぱい食べよう。ね。それでは、レッツゴー。飲み物コーラずっと期待していたたこ焼き全部買っちゃっていい、うん、いいよ。これはネギポン、ね、ネギマヨ、醤油ソースソースフラッペフラッペフラッペみたいね、うん、じゃあソースからソースいきます。ネギポンゲッツ、イエーイ。いただきます。いただきます。うん、タコ入ってないよ。そう食べてみよう、挑戦しよう。うん、いただきます。うまっ。柔らかいよ。でもタコでっかい、うん、でっかいな。いやでも美味しい。美味しい。嫌だったら、全然嫌だったら渡してください。うん、次から渡すかも。美味しいけど、でもいらないなみたいな感じだよね。わかるわかる。夢だけど最近みやネギがいけるようになって、メガンも、うん、無理だったずっと、いらないなって思ったら分かるタイプだった。辛かった。別に食べれるけどみたいな。好き嫌い多すぎて克服できない。キノコ類と貝類食べれない。キノコ類はいけるかも。キノコ類も無理やった。メガめっちゃ好き嫌い回復した。え、すごい。どうやって？なんか無理やり食べたら美味しいやん。怖すぎないかな、私のこと言うと。え、分かる、うん、見た目で判断しちゃう、うん。何がうまかった？レモン、うん、レモンとたこ焼き合う。ゆまちゃんには分かってると思うんだけどさ、うん、大阪に来るとさ、うん、大阪に住みたくなる。めっちゃ分かる、うん、マジで分かる、うん、街がいいよね。キラキラしてますね。食べ物うまい。そうなんか雰囲気がいい。分かる、うん、分かる、うん、分かる、うん、分かる。他の県行ったりするけど、うん、大阪から出たくないって、うん、関西弁さ、めっちゃきついって言われるやん、うん、怖がられるから。みんな言ってる関西弁怖がられるって言ってるけど全然なんか可愛い。なったことないよね。ね、怖いなんて。怖いと思ったことない。北海道にいたんだよね。あ、そうそう。お、マジで北海道の方言面白いから聞いて。言ってやって。なんかこれ言うなことない。むずいんだよ説明が。なんだっけ方言あれだ。お刺さる？ん？お刺さるって言うんだ。こけて間違えて押しちゃうみたいな、うん、押すつもりなかったの、うん、そういうのを刺さるって言うんだけど、押しちゃうとはちょっと違って。どういう時に言っちゃうってこと？だから例えばボタンがそこにあって、あ、押さされちゃったって。そう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 。でも押しちゃったじゃないの。ああ、押ささるを標準語に直せないっていう悩み。だから北海道の人はマジで押ささるを標準語に直してほしい。北海道直してみてほしい本当に。うん、伝わんない。なんか難しい。押しちゃったじゃない。押しちゃうじゃちょっとなんか足りない。物足りない。物足りない。足りない。ちょっと違うの。うまっ。うわっ、これめっちゃうまい。うん、なんかうどんの味する。大阪どんなイメージ？なんか人がの勢いがすごいイメージ。どんな勢い？ガメついんで、ガツガツ。ガメついだけじゃないけど、せっかち。いやもよ。なんかさ、電車でさ、電車あんま静かじゃなくない？ガヤガヤしてる時多くない？気のせいこれ。いや、時間帯によるんちゃう。わかるでも言いたいこと。わかるな。うん、わかる。無心としてる場所苦手。あー、笑っちゃう。笑っちゃうよね。静かな場所面白くなる。普段何する？引きこもり。インドアやった。引きこもり人権やってる。インドアなのかな。外出るときは全然出たいけど、うん、嫌いじゃないけど。分かる分かる分かる。そうそう。でも動くの面倒い基本的に。うん、めっちゃ分かるわ。マジ？そう、寝てられるなら寝てたい。あ、寝てられるなら寝てたい、ね、うん、そう。休みの日も空いたなら寝てたい。寝てたい。分かる。ほんまに？え、でもメガンはそんな、うん、あの予定表が空いてたら埋めたくなる。もうパンパン。すごい。寝たい寝たい。ね。なんかやりたい企画とかない？やりたい企画？うん。え、でもイヤホンのゲームやってんじゃない？うん。あ
れはマジでやりたかったです。そう、 YouTube で見てて楽しそうだなと思って。確かに。そう、リホが一番さ、やりたいとこってこう、なんでねえ、出たそれ今の耳聞こえない現象イヤホンガンガンゲームって、そう、何やってたら私ピーンって来ない、うん、え、来る来るよね、うん、マジであるものなんで、うん、ゲーム系やりたい。あー、ゲーム系とか、うん、ドレスにしか行きたい、うん、かもしれない。ハマ、うん、ってるのはマリカ、え、わかる。え、マリカって何？家でマリカ。そうそうそう、うん、スイッチ。そう、うん、夜中にやるのがマジで楽しい。誰とやるの？家族で。うわ、楽しいな一番楽しい。そう、お菓子とジュースを用意して。やば、えぐ、めっちゃいい。私たちもロスタにめっちゃハマってて。ロスタってるゲーム、スマホのゲームなんですけど、ミヤちゃんもめっちゃオンラインしてて、めっちゃ衝撃あったことが、連続で勝つことってめっちゃ難しいんですよ。で、なんかミヤちゃんオンラインしちゃって、ミヤちゃんのプロフィール見てみようと思って、うん、見たら最大38連勝って書いてて、どういうことみたいな。すごい、強いやん、うん、みたいな。自分もなんか結構練習してたけど、こんなんで喜んでられへんなって燃えた、燃えた、そうです、燃えました。ちなみにトロフィーもね、まだ勝ってるんで私ロスタってさ、何、赤の他人と戦う。友達同士でも多分できるし、オンラインで違う人たちと、ね、うんうん、戦える。なんか勝手に選抜されて、うん、誰と戦ってるか分からん。全然分からん。最初はね、思わないと思う。え、そう、最初はなんだこのゲームって思ってて、1回入れたけど消したのに、2回目入れたらもうおもろすぎて、なんかずっとやってる。好きあればする。そうそうそう、今日も行き道やってきたし。マジスマホにゲーム1個も入ってない。そう、ミヤも入ってない人だったの。ドロストだけ入ってる。じゃあちょっと挑戦しよう。そう、みやちゃんさ、すぐ横の画面向いてるもんね。スマホになるよね。マジで電車とかでパッて見たらさ、もう絶対横画面この角度、アイブロスターちょっとやってみたいけど絶対無理よね。こんなん若ちゃん入れとったよな。入れへんかったよ。多分なんだけど、入れてる。いや、だから入れてんの。多分入ってるだけ。やらせよ。考えたことがある入れただけやな。うん、やるよ。強くなっていく、あの快感わかる。わかちゃんはないの？わか、ね、わかはなんか食べてる最中に申し訳ないですが、トイレにも困ることがわかる。え、そう、なんかね、じゃなくて長いよ、ずっとじゃない、ずっと前も言ってなかったんだ。そう、なんかね、ずっとマジでちょっとわかる。トイレ落ち着くのはちょっとわかる。マジでトイレ、マジでトイレまあマジでトイレ携帯見てるしかないけど、例えば友達から悩み相談されました。みんなも考えたじゃん。で、じゃあどこで考えようかな。トイレ。え、じゃあそのためにトイレ行くってこと？って時もある。友達の相談、さすがなんか適当に穴がさんや、うん、でもなんか例えば周りがガヤガヤしてて考えられません。別にガヤガヤしてないけど、家はしてなくても何なんだろうね、何なんだろう。電話があったかいから落ち着くんじゃん。かも。で、便座が高い。でもその代わりトイレ終わるじゃん、うん、もう足に便座の跡だよ。やばー、うん、ママにあんたどうしたの？大好きトイレ大好きトイレってやばい。じゃあ何か好き、うん、なのかな。え、なのかな。え、そうじゃない。え、それ、うん、だからなんかこういうテーブルの人とかだったら落ち着くでもいるよね、狭い方が落ち着くっていう人、うん、え、え、そうなの。なんか広いところにポツンってくるやつ。じゃあ好きなんじゃないトイレ。はい、ということで完食しました。美味しかった。甲賀牛最高。最高。いつも食べる、大阪来ると。うまっ、うん、マジで、ね、めっちゃ美味しい。初でした。どうだった？めっちゃうまいけど、ね、やっぱタコ克服できなかった。そうだね。ごめんなさい。タコ、まあ、これからね、うん、克服してもらったら、はい、うん、今度またみんなであの手作りのたこ焼きとかやって、そしたら中身変えれるもんね、うん、入れれるから。やりたい。トイレの話いっぱい聞けて、メガンは楽しかったです。あ、よかったです。ということで今回も動画を見てくれてありがとうございました。